はい、おはようございます。大河原です。ようやくですね、雨がしばらく数日降らない状態になって、うねまの水もだいぶ引きましたね。まずほうれん草、どうもですねこの辺はいいんですが、ほうれん草がですね、見てください、ちょっと葉っぱがちょっと黄色くなってると思うんですが、おそらくなんですが、ちょっと畝の低いところが黄色いのが目立つ、向こうもそうですけど、畝間にだいぶ水が溜まっていて、多分水に長時間使ってはいないんですが、ちょっと根がですね、ちょっとやられているんじゃないかな。ちょっとここのほうれん草は収穫は難しそうですね。まあ、今日土曜日で日月と3連休なんですが、明日明後日くらいにちょっとトラクターを入れたいとは思ってるんですが、できますでしょうか。はい、ここが収穫が終わったほうれん草1、2ですね。はい、サニーレタスです。サニーレタスはこの間ちょっと試し収穫したんですが、まあもう収穫してもいい大きさになるものもあるんですが、まあもう少し大きくしてから収穫しようと思います。はい、玉ねぎどうでしょう。こんな感じ、これ赤玉ねぎですね。これが極わせの玉ねぎですね。玉ねぎも順調です。はい、ここはそら豆です。この畝の一番奥の方が少しちょっと半分近く空いてるんですが、ここにスナップエンドウを巻きたいと思ってます。はい、ここが次のサニーレタスですね。まああと1ヶ月くらいかかるでしょうかね、収穫までですね。まあでもだいぶ大きくなってきました。はい、ここがほうれん草。まあこのほうれん草はなんとか収穫できてほしいんですが、こんな感じです。はい、大河原の様子でした。